ちと貧しい人、その真ん中にたくさんの普通の人、僕のうちはその辺で暮らしてるんだろうと思い込んでいたんだ幼い頃は。でも七つの夕暮れ時、夏休みにトンボを取りながらふと気がついた。もしかして僕のうちはもっとずっと下じゃないの。生まれて初めて感じたカルチャーショック。ねえどうしてうちにはお金が足りないの。しつこくしつこく姉さんを困らせた。よそはよそ、うちはうちでしょう。うちには笑顔があるでしょう。その笑顔を信じて胸を張りなさい。つまずいてしまうけど、こんなにも僕をいじめる世の中ってなんだろうと思いながら、千歳線の踏切の前、泣いてる子供の頭を叩きながら叱っているお母さんを見かけたんだ。勤めがあっちゃって、あ、やばいって気まずくて、一度はそらした目をまた振り返った。いけない子ね、いけない子ねと叱りながら、今度は優しく頭を撫でている。その時わかったんだ、何かが腑に落ちたんだ。ああ、これが世の中ってもんじゃないか。笑顔忘れやしねえ。